はい、こんにちは、ゾルです。さあ、今日はですね、私が今使っている初代の Z7 ですね。まあ、これについての話を、していこうかなと思います。で、そこのですね、中にある機能で、動物の検出ですね。そこの、機能について話をしていこうかなと思います。まあ、当然なんですけど、初代の Z7 の話なので、そこはね、あらかじめご了承いただきたいなと、はい、思います。まあ、私自身はね、初代の Z7 を買って、風景撮影をね、まあ、したりするわけなんですけど、まあ、それについてはね、全くこう、問題はなくて、いい画質で撮れてるので、そこについては、何も特にね、不満は今のところないんですけど、実際にその動物の検出ですね、これをするシチュエーションがあったので、ちょっと試してみたというところで話をしていこうかなと思います。で、まあ、シチュエーションとしてはですね、今ちょっとここに表示してますけど、野良猫ですね。はい、野良猫がちょうどいたので、まあ、昨日、野鳥撮影があったら、ちょっと公園の周りをぐるっと回ってたら、野良猫がいたので、Z7 に100、400を、まあ、つけて、なおかつ、400mm、望遠端ですね、の状態で、まずは、その動物の検出ですね。なので、オートエリア AF かなにして、認識、まあ、自動で認識させるモードにして、試してたんですよね。で、その、なので 400mm なんで、で、DX モードで撮ってたんですけど、最初。なので、実質換算 600mm の状態ですね。で、最初撮ってたんですけど、その時はですね、まあ、この次の写真なんですけど、瞳自体は、検出したりしなかったりっていう感じでしたね。こういうふうに猫自体は正面向いてるんですけど、こっち側向いてるんですけど、この距離感でも瞳は認識したりしなかったり、なんか外れたり外れなかったりみたいなのを繰り返してましたね。 DX モードで撮ってた時はね。で、実際瞳に合った状態で撮ってるんですけど、 600mm の換算 600mm の状態でね、 DX モードで撮ってたんですけど、実際帰ってきてデータ見てみるとですね、やっぱりピントが甘いんですよね。実際合ってないんですよ。やっぱり微妙にずれてますね。で、まあ、撮ってた時もね、実際その撮っててプレビューで見た時もなんかいまいちしっくりきてないような印象はあったんで、じゃあ 400mm になるように FX モード、フルサイズモードに切り替えて試し始めたんですね。なんかやっぱ挙動がどうしてもおかしいんで、認識したりしなかったりってするんで、で 400mm に変えて、撮り始めたら、この距離感ですね、この距離感で撮り始めたら、認識する頻度は高くなりましたね。ただやっぱり外れたり認識したりってのをちょくちょく繰り返してましたね、うん、で、ただ 400mm、FX のモードで100、400で実際試してみると、猫のね、瞳に合った状態であればピントはやっぱり来てますね。そこにちゃんと来てますね。なので、やっぱり100、400で使うのは全然問題ないと思うんですけど、使うときに、やっぱ DX モードにしちゃうと、やっぱその AF の範囲ですよね。AF が効くその、なんていうかな、大きさって言ったらいいのかな。実際、DX モードにすることによって、例えばシングルポイント AF だと、真ん中にね、四角いのが出ると思うんですけど、大きさがやっぱり、DX モードにするとガッとでかくなるんですよね。まあ、せいで、なんか AF の、その、なんていうかな、その疲労精度の部分もだいぶ荒くなってるんじゃないかなって気がしますよね。なので、その望遠端400の時の FX モードにした時の、その、動物のその認識の拾い方が全然挙動が変わったので、まあ実際使う時は、もう FX モードじゃないとちょっと、使い物にはならないかなって気がしましたね。まあ、それでもですね、やっぱ初代の Z7 ってこともあって、その瞳のその拾い方ですね、特にこの今のこの猫ね、この猫に関してはやっぱり拾ったり拾わなかったりっていうのを結構繰り返してたんで、これはちょっとやっぱり Z7 初代の Z7 でこういうものをメインでっていうか多く撮るようであれば、やっぱちょっとやめた方がいいのかなって気がしましたね。で、顔がね、猫の顔がこっち側に向いてるときはまだいいんですけど、こういう感じ。猫はこれなんか、なんつったらいいのかな、これ。首の横をこう、ボリボリし始めた状況。
た後ですね、もうあの猫自体はやっぱ検出しないんですよね。でやっぱりピントは当然合わないという状況がやっぱり発生してますね。なのでやっぱりこの初代の Z7 についてるその動物の認識ですね、今犬猫だと思いますけど、あの認識機能についてはもうほぼおまけ程度みたいな、まあ、認識でいいんじゃないかなって気がしますね、うん、ちょっと厳しいですよねこれだと。オートでやっても全く合わないって感じなので、これだったらまだシングルポイントで自分でこうオートフォーカス合わせてやった方が打率は全然上がるんじゃないかなって気がしましたね、はい、なのでもう Z7 ではまああの動物で使う動物の認識ですよね、あれはまあ使うことはないかなって気がしましたね。まあ当然ですけど Z7-2 になればね、その辺の挙動は当然良くなってるでしょうし、まあ、Z9 であればね、まあ、そこはさらに良くなってるということだと思いますけど、まあこういったこともね、実際に、Z7 をねこれから買おうって方がされるようであれば、まあ、正直やめた方がいいんじゃないかなと、はい、思います。もう Z7-2 にね、行った方がいいんじゃないかなって気がしますね。ただ Z7-2 でどこまでやってくれるかっていうのは私はちょっと分かんないので、そこはまああらかじめね他のあの動画とかアップされてる方の情報をちゃんと見て、まあ、使えるかどうか、うん、自分のこの用途にマッチするかどうかってとはちゃんと事前に確認した方がいいんじゃないかなと思いますね、はい。まあ、ただ初代 Z7 に関してはやっぱこの辺の動体認識ですね、これに関してはまあだいぶ弱いなというのは、まあ、これでやっぱりはっきりしましたね、はい、というのが私の印象ですね、はい、はい。ということで今回はですね、このラネコがね、まあ、いたので100、400をつけてみて、動物の認識ですね、これを実際試してみてどこまで認識するのかっていうのをねちょっと確認してみたという動画でございました。はい、まあ、今更かもしれないんですけどもね、これからね初代の Z7 をね、まあ、例えば中古とかで、まあ、買われようとされてる方の、まあ、何かの参考になれば幸いでございます。はい、ということで今回の動画は終わりたいと思います。はい、また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。